こんにちは、速稼塾の久保です。前回自由に生きるというテーマで、吉谷さんからメッセージいただきましたけども、何を隠そうね、私も自由に生きてるわけなんですよね。この隠居暮らしっていうのが自由ってわけじゃないですよ。実はね、私お金が全然ない時も自由に生きてたんですよ。ただお金がないだけでも自由に生きてました。どんな自由かというと、お金を使わなくてもいい自由をしてたんですよ。もしくはお金を借りれる範囲での自由ですよね。それでも十分楽しく暮らすことができたんですよ。ただ一点、借金が増え続けていくという不安を忘れればなんですけどもね。で、私それをね、忘れることができたんですよ。まあ、ですんでね、能天気に今日は3万5万とクレジット、カードローンをね、切りながら暮らしてきたってことなんですけどね。で、この自由ってのはだから自分がどう考えるかなんですよね。そういえばね、こんなことありましたよ。 SNS にある有名人が何かね、こう怒りに任せたことを書いたんですよ。そうするとその影響を受けて多くの方が反応してしまったと。で、その中にね、こんなことを SNS に書く必要ないじゃん、こんなん書くなよとかいう、そういうふうなね、ツイートがあったんですよ。で、それを聞いて私ね、ちょっと面白いなって笑っちゃうなっていうのが、 SNS ってそもそも書く必要のないことをみんな書いてるんですよね。心で思っていればいいこと、身の回りの人に相談すればいいことをなぜか SNS に書いちゃうんですよね。で、書かなくてもいいことがいつの間にか意味を持って一つのムーブメントを起こしてしまう。なんかね、すごい時代だなと思いますよね。だから自由なんですよ、基本的に。どこに何を書こうと自由、どんな表現をしようと自由、それをどういうふうに受け取ろうと自由、怒りを受け取ろうと自由、幸せを受け取ってもいいと。吉田さんが前回ね、動画の中で本当に嬉しいですっていうコメントと、そうじゃないブロックみたいなね、そんな2つの相反するコメント、行動があったってことをね、エピソードとして語ってくださいましたけども、同じ表現でも解釈は無限なんですよね。現象は一つ、解釈は無限です。前も言いましたけども、太陽が昇っていい天気だっていう人と、干ばつが続いて最悪だっていう人と、同じ太陽でも感じ方違うんですよね。で、今回ね、私思うんですけども、自由に生きるためには欲望に正直になることかなと私思うんですよ。眠たかったら寝る、食べたかったら食べる、欲しいものは欲しいと感じて言う、行動する、手に入れる、全部自由に欲望に感じたままにそれを行えば、それが自由なのかなと思います。で、せっかく欲望を感じてもそれが手に入らなかったり実現できなかったりすると不自由感じるじゃないですか。じゃあ自由を広げるために何すればいいかっていうと、やっぱりね、稼ぐことは結構ね、簡単だと思うんですよ。他に方法がないんだったら、お金を出してそれを手に入れろって話なんですよ。もしかしたら優しい笑顔で手に入れる方もいますし、女性でしたら魅力でね、手に入れる方もいるでしょう。そして男性だったら力でもってね、支配して手に入れることもあるかもしれません。手に入れる方法、欲望を従属させる方法っていっぱいあるんですけども、打つ手がない人は唯一平等にお金で解決するっていう方法が残されてるんですよね。だからお金があったら何でもできるのにっていうのはそれは当たり前で、お金っていうのはね、全てに共通する免罪符で、あるわけなんですよ。そういう便利な道具なんですよ。でも実はお金を使わずに自分のアイデア、知恵、策略、そういったもので、自分の欲望を消化する人もいるはずなんですよね。まあ自分の好みの女の子をね、口説く時に、デート攻略本とか読んだりとか、おしゃれをしてみたりとかね、いろんなキーワードを覚えたりとかね、甘い言葉を発してみたりとかっていう方法もあるでしょう。いわゆる口説くってやつです。そうではなくて、さつびれでほっぺたを引っ張ったくっていう方法もあるでしょう。長い時間をかけて自分の気持ちを伝えるっていう風な方法もあるでしょうね。まあ、どれが成功法で、どれがね、奇襲なのかっていうのはなかなか分かりませんけども、まあ、一目惚れっていうのもありますんでね、何が起こるか分からないのがこの世の中ということですよ。で、私がね、今回の動画で言いたいのは、やっぱり、ね、自信を持って自由を手に入れてほしいなと思うんですよ。で、自信を持つために何をすればいいかっていうと、一つのことを徹底的に継続することで自信っていうのが生まれます。で、その自信に裏付けされた自分の行動とかね、予測とか、そういったものが信用につながって、で、信用ってものがね、いっぱい手に入ると、それは自由に向かうんではないかなと思うんですよ。信用されるわけですからね。だから警戒心ってものを持たれないっていうのは、まあ、ある意味自由なのかなと思うんですよ。ちょっと難しい表現になりますけども、例えば私がね、自由に商品売ります。例えば今ね、FX の教材売ってるんですけども、信用してくださる方、信頼してくださる方はやっぱりね、30件以上いて、今32件のオーダーが入ってるんですよ。非常にありがたいことですよね。FX の基礎講座を私がこれから3ヶ月やりますよと、本当の基礎の基礎ですよと、ブックオフで FX の本を買ったら書いてあることを私は音声で伝えていきます。だからお金払うのが惜しいなと思う方は、どうぞブックオフで本を買ってくださいと。ただ人には
情報を受け取りやすい方法がありますと。本で受け取りやすい人、耳から受け取りやすい人、動画で受け取りやすい人、リアルのセミナーなら受け取りやすい人、マンツーマンならコンサルならね受け取りやすい人、様々いるんですよ。あなたはどれですかって形で、私は一つの提案として自由に商品作りました。それはメールマガジンで音声動画で1分前後のそういったね、重要な項目とか基礎用語っていうのを3ヶ月ずっと発信し続けますよってことなんですよ。でそれに対して久保さんだったら3ヶ月送ってくれそうだなと思えば購入に一歩近づくわけですよ。でも私がねこうやってセールスの時しか動画上げなかったらどうですかね、本当に動画来るのかなと思っちゃうじゃないですか。まあ、そういうことがあると思いますし、あとは私ずっと相場解説4年間送り続けてるんですよね。今でも送り続けてます。そういうのを見てその相場解説が確かになと思えばその基礎となる基礎用語っていうのがやっぱりね、身につけてみたいなっていうのも分かると思うんですよ。私は徹底的に言いますけども基礎があればほとんどのことが解決します。逆に基礎をおろそかにすると応用は効かなくなってくるんですよね。まあ、そういう意味でも基礎を徹底的にやり込んでもらいたいなと思いながら今回の教材に、打って出たわけなんですけどね。定価35万円、現在32個が売れているということでございます。速稼塾の塾生さんには割引特典もありますので、まあ、全部が35万ではないですけどね。でもこの35万の教材っていうのは別にブックオフで買ってきてもできることが書いてます。ここまではっきり言ってますからね。でチラ見せ動画も出したでしょ。だからあれを見て参考にしていただければいいと思うんですよ。教材の中身を一部公開しますからね。で必ずしも買う必要はないです。これは何回も言いますけども、一人でできる人は買わないでください。しつこく言ってますよね。でも今回私の教材を手に入れることによってね、何かしら のトレーニングができるんじゃないか、もしかしたら苦手な基礎が身につくんじゃないか、いやいや久保さんが出した商品だから欲しいんだみたいなね、そんな方もいらっしゃると聞いてますんでね、嬉しいなと思いますよね。まあ何にしてもね、やり込んで続けて、そこに私なりに自信を持っていますし、そこに自信の裏側っていうのは多分信頼だと思うんですよ。続けてる人っていうのは自信がつく、その姿を見る人は信頼してくれる。これなんかちょっといい感じの表現じゃないかなと思うんですけどね。今回のまとめにさせていただきます。継続しているとやってる本人は自信になる、それを客観的に見てる人は信頼になる。いかがですかね、吉谷さん、こういう捉え方は。いってらっしゃい。